はい、こんにちは、高井です。今日はですね、アームカールですね、上腕二頭筋、この力こぶのトレーニングのやり方について、話していきたいと思います。今日は加圧を行った状態でやってみます。アームカール非常にこう、間違いというか、効率的でないトレーニング方法を、してる人が多いと思いますので、参考にしてください。よくある間違いっていうのがこんな感じですかね。反動を使ったり、この肘の位置がずれたりして負荷が逃げてしまいますね。で、反動を使ってるんで、上腕二頭筋じゃなくて、上腕二頭筋にきちんと刺激がいかないと思います。で、こういうふうにね、あとはこのダンベルの下の方を下げてしまうやり方ですね。これ別に悪くはないんですけども、力こぶのこの内側の方に効きますね。外側の方には効きません。そういうふうに、分けてトレーニングするのも一つではあるんですけども、効率よくやろうと思うとですね、この外側と内側の方に、同時に負荷をかけてしまうと一番効率的です。なのでポイントはしっかり胸を張ります。背筋を伸ばして、で、肘の位置を固定します。肘を動かさないように。そしてダンベルの、向きですね、これが下向かないように、横に地面と平行になるように、この状態で行っていきます。ここまで腕がほとんど90度ぐらいですね。90度まで曲げて、あと下ろすときもしっかり上腕二頭筋に効いていることを意識しながら下ろしていきます。肘が伸びてるか軽く曲がってるかぐらいですね。で、また上げていきます。で、下ろすときもしっかり効いていることを意識して、特に加圧トレーニングをやってるときは非常に今の動きで効くと思います。加圧をやってなくても、このダンベル5キロですけど、もうちょっと、重いダンベルで、やってもらって、上げるときも意識しますが、下げるときもしっかり筋肉、上腕二頭筋が使われていることを意識しながら下ろしていくと。ほとんどの人が上げるときしか意識してなくて、下げるときストーンと下ろしてしまいますので、上げて下げる、この2つの動きで、まず効率が、上げるだけしか意識してない人のバリアがありますので、どちらも意識して、あと胸をなかなかこう張らずにこんな感じでやってしまってもいけませんので、しっかり胸張って背筋伸ばして、姿勢正しくして行うように。ダンベルの向きですね、内側鍛えたい人はいいですけど、ハの字にしてもらってね。ただ、力こぶを高くしたい人とか幅を持たせたい人とか、効率よくトレーニングしたい人は、今みたいに地面と平行に、手首を固定して行うと。肘も、伸びきるか軽く曲がってるかぐらいまで下ろします。下ろし方が少ないと効き方が甘くなるので、しっかり下ろしてあげる、こういう風にやってもらうと、何倍でも効率上がっていきますので、ぜひ試してみてください。アームカールのトレーニングはもう本当1日10分で、十分ですので、しっかりと効率的なトレーニングをして、筋肉をつけていくようにしてみてください。以上です。